めちゃモテないサックス、ゴーゴーじゅんさん、じゃんじゃん、始まるよ。皆様、こんにちは、こんばんは。サックスの近藤じゅんです。知っている人は知っている、初めての方は、ナイスミーチユー。もうお正月も明けて、お仕事に疲れている方がいらっしゃると思います。どうぞ一年間、健康で乗り切ってください。応援しております。今日は、トモコ大先生がいつもお世話になっているクラシックのサックス奏者であります野口紗友香さんからいただきました。あの日に帰りたい、どうぞ。ユーミンさんのあの日に帰りたいでした。俺もあの日に帰りたい、帰りたいと言いましたけれども十分幸せでございます、はい、クラシック奏者の野口紗友香さん、いかがだったでしょうか。違うジャンルの音楽を聴いていただけて幸せです。あ、そうそう、野口紗友香さんのコンサートがあるんです。5月の30日、皆さん、聞きに行きましょう。本日は、昨年募集いたしました質問を、ちょっと答えてみようと思います。一番得意な家事は、洗濯機に洗濯物を入れる。これが、得意であります。大好物のメニューは、カツ丼です。もうそれしかありません。あ、それからマイクは何ですかって聞かれたんですけど、ロードの NT2、 なんか NTT でありますか。それはソフトは何ですかっていう質問が来ましたんですけど、パフォーマーのファイナルカットプロらしいです。それから作業の分担はという質問ですけれども、トモコ大先生がアレンジ、カラオケ作り、ミキシング、動画編集、たったこれだけですね。で、僕はもう流暢なトーク、そのまね、キレッキレダンス、もう爆笑ショートコント、で、演奏担当。僕が一番大変なんです。ちゃいます。はい。トモコ大先生あっての YouTube でございます。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。ゴーゴージュンさん、ちゃんちゃん、また見てねー。